はい、皆さんこんにちは。今日もやってまいりましょう。天蔵のエクストリームハウトゥー観葉植物ウンベラータ編、まだまだ間に合う。はい、ということでちょっとおふざけしましたけど、ハウスの中でね、一人でやってるんですよ。寂しい。はい、ということですね、ウンベラータまだまだ間に合うと言いましたけど、なるべくねやめてください。どういうことかと言いますとね、さっきね、取引先のお客様のところに行ってきました。いつもね、僕から観葉植物買っていただいて、とってもね上手にお世話をされるんですよ。もうね、ほんと愛情注いで、可愛く可愛く上手に上手にね、育てられてます。でですね、ウンベラータね、買われたんですよ。じゃん。このね、曲がった超いいウンベラータをね、購入されたわけですよ。かっこいいでしょ。何度か曲がったウンベラータね、紹介してますけど、8号鉢でね、とってもかっこいいウンベラータを購入されました。見てもらって分かるように元気がないんですよ。こうやってね、葉っぱもちっちゃくなってね、2ヶ月ほど前ね、これ一回枯れかけて、僕がね再生の仕方教えました。教えてね、教えた通り葉っぱをね全部取ってしまって、坊主にして、日のよく当たる場所にね置いてたら、先月ぐらいかな、もうとっても葉っぱがたくさん出てきました。びっくりしました。こんなにね再生の仕方がねあるなんて驚きでした、と言って感激されてたんですよ。それでですね、葉っぱがいっぱい出てきて、僕はね、その後もねしっかり教えるべきだったんですけど、元気にね育ってきたから、まあ、上手に育てられてるのかなと思ってたんですけど、今日行ったらね、写真を見せていただいて、こんな状態になって、もう成長が止まってるんですけど、どうしたらいいでしょうかって、どういう状況ですかっていうことをね聞かれたので、写真を見て、あっと思って、これ水たくさんやり続けてませんかと言ったら、水はしっかり毎日やってますと言われるんですね。それなんですよ。前回もね言ったように、傷んでしまったら、特にねこういう時は上手に育てられてる方、特にですよ、特に愛情を注いでね上手に育てられてる方がね陥りやすいのはね、可愛がりすぎて弱ってしまうということですよね。はい、これもね再生されて上手にやられてたんですけど、もうねほっとけばよかったんですよ。ほっとけば、ほんとね、今からはね先はもうほとんどやらない方がいいですよ。再生して葉っぱが出てきたら、もうね綺麗にたくさんたくさん葉っぱが出るまでね、ほぼ乾燥気味でほっとくんですよ。そしたらね、どん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 生きようと思って葉っぱを出してきます。でね、葉っぱをたくさん出して、だいたいわかりますよね、普通の葉っぱの大きさのウンベラータね、近づいたらしっかりねお水をあげ始めるんです。そしてね、時期もよります。季節とね温度も読まないとダメです。夏の時のね水のあげ方と今の水のあげ方じゃね違うので、特にこの再生をやってる時のね、やってる時の微妙な感じの時はね、めちゃめちゃ水加減が大事になってきます。なのでこれはね、葉っぱがねまだそんな出てないですよね。今からどんどん出ようとした時に水をねガブ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 やっていただいたんですよ。そしたら分かりますよね、もう皆さん、このチャンネルを見てる人は、葉っぱがないから蒸発するねことができないんですよ。葉っぱから水分がね、葉っぱから水分が蒸発できないということは、もうねお腹いっぱいダブダブ、水でチャプチャプっていう状態ですよね。水いらないよという状態なのに、元気がないから、あーどうしてだろう、どうしてだろうと思って、お水あげますね、栄養剤あげますってねやっちゃうんですよ、ね、だから悪くなった時にはあたふたしない、木本来のね生命力にかける、これが一番です。だからね、これは葉っぱがない状態なのに水をあげすぎた結果、成長が止まったということです。危うくね、もうすぐ
根腐れして本体が枯れてきそうな感じだったんですけど、写真で見た感じね、まだいきそうだったんでさっき撮ってきました。まだね、芯も全部大丈夫だし、幹もねしっかりしてるので、これはね再生できます。うちのねハウスで預かって僕が復活させようと思います。でね、今からの時期再生するときは、この間もやりましたけど、もうこの葉っぱ1枚残しでね全部カットします。一回ね、やっぱりねタイミングっていうのはね大事ですから、これがね一筋縄じゃいかないのがね観葉植物、まあ花全般ですけど、面白みでもあるし、水やり何年だ8年ですかね、言われるゆえんですよね。だからね、僕がこういう動画を出してもね、すぐできるかと言ったらなかなかね難しいんですよ。失敗して成功して、失敗して成功してのね繰り返しで知識がついていくので、それでねどんどん上手になっていくので、絶対皆さんもね上手になるはずですから、失敗してもね諦めずにチャレンジしてみてください。これをね、購入されているお客様もね相当植物育てられてます。毎回僕にね聞かれて、自分の知識だったり何だったりして失敗して、僕の知識を取り入れて初めて成功しましたとかね言ってくれます。最初はね僕が言っても、それはそうじゃないんじゃないですかと言ったりしてね、信じてもらえなかったわけじゃないですけど、なかなかね僕が言うことをね信じるの難しいと思うんですよ。普通やらないことをやるからね。でもねやっていただいたらね再生もするし元気になるので、皆さんびっくりされることがほとんどです。はい、まあね、こんな感じで葉っぱ、茎に対してね葉っぱ1枚残しで温室で今からそうですね3ヶ月ぐらいかな管理していこうと思います。今日からはねもう水あげませんよ。もうガラガラの状態に一回します。ガラガラの状態にしたらね、あー喉が渇いてきた、光が欲しいよと思って葉っぱを出してくるんです。葉っぱを出し始めたらね、水をちょっとずつちょっとずつねいい具合であげてあげると、どん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 冬場もね暖房がここは入ってるので成長していきます。はい、皆さんのねご自宅で、まあずっとあったかいところとかね温度調整ができるところはね今の時期でもやっていいですけど、お部屋が夜暖房を切ってねもう5度以下とかに、ね、なるところはなるべくやめてください。はい、じゃあそういうところで今日はねウンベラータ再生もう一回やりましたけど、秋口の再生編、そしてね弱った時に何度も言いますよ、おたおたおろおろしない、なるべくね乾燥させて植物の生命力にかけてみてください。自分でねいろいろやるよりはねどうにかなるかもしれません。それで枯れた時はねもう手遅れだったということです。はい、じゃあね今日はここでおしまい、バイバイ。